レンタルスペースがね10畳ぐらいあるということなんですけど、はい、いろんなお教室とかあるということで、うん、ちょっとご案内を、ね、はい、一応あのレンタルスペースのこの活用法としては、はい、ね、時間でいうとあの1時間500円で結構格安で、ああのお貸ししてるんですね、はい、だから基本はあのお母さんたちがお子さん連れてきてちょっと遊ばしに来るとか、うん、あとは何かあの学校の行事であの何か提出物があるから、はい、PTA とかでそれの手作りをしたりとかできる場所があったらいいなっていう考えから、はいはい、あの半分はあの商品を置かずにこういうスペースをしようと思ったんですね、うん、あ、なるほど。で少しずつあのまたこういうのやりたいっていうあの作家さんがいたりとかのつながりで、はいはい、もう本当に確実な教室として、はい、そうですね、毎月1、2、3、うん、5個以上、あ、結構多いですね。そうそう、今月結構多いですね、はい、うん、午前午後入ってたりとかするんですけど、はい、ベビーマッサージがあったりだったり、はい、あとは、手作りのアロマ講座、はい、うん、あとプリザーブドの教室、うん、ハンドメイドの教室は結構ありますね。スクラップブッキングとか、そうですね、楽しそうですね。明日はローズウィンドウの教室があるんですけど、うん、ローズウィンドウ、そうですね、あの紙であのステンドグラスみたいな形を作っていくんですけど、こっちに少し乗ってるの見えますかね。これちっちゃく、これそうなんですか、はい、そうなんです。これ見本で置いてるんですけど、はい、うん、こういう形のを作っていくんですけど、うん、どの教室も、はい、あのお子さん連れで、はい、あの来てくださいってことで、うんうん、なのであの長い教室だったりとかその場で仕上がらないものってやってないんですね、うん、基本はもう1時間から1時間半で全部仕上げて、はい、自宅に持って帰れる形、うん、はい、やっぱりお子さん連れだと1時間が限界なんですね、うん、そうですよね、うん、もう退屈しちゃうし、ね、退屈しちゃうし、一応スペースにあのおもちゃ置いてあったりとか、はい、あとお水とかは飲めるようにはしてるんですけど、はい、うん、でもやっぱり1時間ぐらいで、うん、そうそう、限界来て、そうですね、うん、よくちっちゃい子連れてきて泣いちゃうとお母さんたちが、あ、すいませんすいませんって言うんですけど、はい、もう全然構わないですって言ってもう泣くの仕事だから別にここで泣いても誰も困んないから、うん、っていうことで、うん、やってもらってます、ね、あ、いいですね、うん、そういうスペースってないですもんね、なかなか。そうですね、お教室になるとやっぱりみんな会議室でやったり、はいはい、だからわざとあの高いテーブル置かなかったんですよ。あ、お子さんと一緒に、はい、あのできるようにローテーブルで作業ができるような形 で、はいはい、でなんかゴロンさせて、うんうん、まだ歩かないお子さんの場合はゴロンさせて、うん、お母さんたちが何かできるようにということで、はい、絨毯引きにして、うん、ローテーブル置いてますね。いいですね。やっぱりあの八木さんご自身がその、ね、うん、あのお子様をお持ちでっていう、うん、その今育てる目線がすっごい嬉しいですよね。そう、私 の、 あの下の子が1歳になった時にちょうどお店立ち上げたんですね。そうなんですか、うん、なのでやっぱり自分の子供目線で、うん、あの、うん、お母さんたちと一緒になんか共通のことができたりとか共感できることを膨らませていきたいなと思って、うんうん、すごい。でも普通1歳でなかなか、うん、ほら何かを立ち上げるってすごい、うん、時間的にも忙しいし、すごいですね。そうですね、でもなんかね今しかできないんじゃないかなと思って、はい、うん、だから今私お店とあと子供の成長とともになんか変わっていく気はしますね。はいはい、もうちょっと大きくなったらなんかベビーも、そうですね、ベビーものからどんどんねえ、わかる気がする。でもそれはそれでまたね、あのいいですよね、その必要な方がまたいらっしゃるの で、うん、多分ねお店立ち上げる時も本当背伸びしないでできたから、うん、こういう形が自然とできたんじゃないかなと思って、うん、すごいですね。なんかね、お部屋のようなあの空間ってことで、はい、レンタルスペースは提供しているので、はい、リラックスしてもらって、はい、そうですね、なんか自分のお家だと、あ、もうこっち汚さないであっち汚さないって言うけど、うん、なんか人のお家に行ったらひとまずなんか、ね、片付けとかそこまで後のこと考えなくても私そういうの好きなんですよ、はい、あの、うん、お友達のお家でリラックスするのとか好きなので、うん、はい、うん、そういう感じで過ごしていただけたらなと思って、うん、あの本当にお話聞くと、うん、あれですよね、何か教室とかやってらっしゃる方用なのかなって思ってたんですけど違うんですよね、うん、はい、お母さん同士でちょっと場所がないから貸してみたいな感じでいいんで、うん、そうそうそう、ってことですよね。あのお食事とか出せないんですけどね、はい、
でもあのお飲み物とねおやつぐらい持ってくるのは全然構わないので、あ、そうですね、そうそうそう、利用のあの規約にもちゃんとあるんですけど、はい、あの軽食であればどうぞということで、うん、あ、そうですか、提供しています。はい、いや、これは、うん、あのもう直接カプレットさんにお電話して、はい、あの空いてれば予約できる、はい、ということですね。はい、で教室の方はもういろいろあるので、うん、あのうちのうちナチュラのイベント情報の方でもご紹介させていただけたらと思ってます。詳しくはね、また、はい、ですごいあのバイタリティあふれる八木さんなので、うん、なんかあのこちらの方もね、はい、雑誌も作ってらっしゃるということで、はい、このあの昨日ちょっと見させていただいた本当に話題盛りだくさんなので、はい、こちらの方も伺いたいんですけど、ね、太陽のエクボっていうあの、はい、沖縄的子育て応援マガジンっていうのがあるんですけど、はい、うん、あの本当に普通のお母さんたちで形成された、はい、あのボランティア活動の中であの、はい、作ってる雑誌ですね、小冊子なんですけど、うん、8ページほどの、あ、今は14ページですね、うん、あるんですけど、中身のこの取材から取材先を選ぶところから、はい、あの実際に取材に行って写真を撮って、うん、記事を書いてすごいですよね。あの紙面にちゃんとデザインもあのちゃんとメンバーの中でやってますね。すごいですね。印刷するところだけをもう印刷屋さんにお願いしてやってます。はい、あの今21名です。すごいですよ。うちあのちなみに印刷会社なので、はい、この出版物の大変さって分かります。はい、今ちょうど締めなので3月の終われてます。すごいと思います。しかも本当にクオリティ高いですよね。うん、はい、で今日ちょうど、この衣装も手作りなんですね。はあ、全部手作りです。この衣装、この表紙のお子さんの、はい、うん、でちゃんとテーマがあって、はい、そうそう、この時はピーターパンなんですね。ティンカーベルの、ね、まさにそう、うん、いるんですけど、すごいですよね、こう手作りで。でちゃんとスタジオで、あの無料で貸してくれるスタジオを探して、はい、撮影して自分たちであの合成してこういう表紙にしてるんですけど、すごいですけど、ちょうど今日撮影があります。3時から、うん、今回はね、楽しみに来てください。次回楽しみにしましょうね。はい、これあのちなみにどちらの方で手に入るんでしょうか。ですね、沖縄県内 の, あのファミリーマートさんはあの、はい、全店置いてあるんですけど、部数が少ないので、はい、はい、うん、運びから1週間ぐらいでも確実になくなってる感じなんですけど、いつ発行日でしたっけ。次回が、3月16日か。3月16日です。皆さん要チェックですね。でもあとはあの私たちがほとんど手配りなんですね。はい、うん、あの要望のあったあのショップさんだったりとか、あ、はい、あのサポーターさんっていうことであの応援してもらってる、はい、あの個人活動されてる方のところに、うん、あの手で持って行って、はい、あの置いてもらってるっていう、はい、あの配布方法なので、そうですね、あのでも欲しい方はあのブログだったりとかホームページを見ていただければ、はい、うん、配布先一覧もありますので。あ、そうですか。ちなみにカプレットさんにはいつでもあるわけですよね。はい、あります。あとバックナンバーもあるので、昔のものかみたい、はい、ちなみに夏はこんな感じでした。あ、いいですね。これもまた衣装も手作りなんです。衣装手作りなんです。すごいですけど、うん、毎回手作り担当する方がいます。ちゃんと、はい、本当にクオリティ高いんですけど、うん、この辺も手作りですよね。この時はねパイレーツオブカリビアンが あのちょうど映画で見た時なので、はいはい、シーズンシーズンに合わせて、そうですね、すごい、うん、なんてすごいんでしょう。でいろんな内容ありますけど、もうあの特にこれっていうのがあればご紹介していただけますか。何か新しい号で言うと、はい、いろいろありますよね。でもあの基本あのこの私たち の, あのちっちゃい子供を連れて行ける場所、はい、うん、でご紹介できる場所ってことで、はい、私たち自分たちで子供たち連れて取材行ってるんですね。あ、うん、はい、かお店の方もなんかびっくりするはず、あ、子連れ取材だみたいな。うん、うん、だからその時のもう本当に素直な気持ちで記事を書いたりとか、うん、うん、はい、うん、そういうのでやってます。本当に素直な感想で、はい、あのね、このお店もこうですよ、うん、みたいな。そうです ね,、うん、ね、このちなみにあのラーメン屋さんもすごいんですよ。この一つ一つにあのここがねお子さん子連れに優しいっていうポイントとかね、ポイントをいつも見つけてきてます。うん、これも完全お母さん目線で、だからお子さん持ってらっしゃる方安心していけますよ、これ見てね。はい、ぜひぜひ。お店に迷惑かかるわと思っても、あ、でもここだったら大丈夫っていうことでね。
基本もうでもサークル感覚なので、あの、はい、自分たちが行きたい場所とか、うんうん、なんかねこういうあのお稽古こと特集もあるんですけど、はい、こういうの習ってみたいなっていう発想から全部取材につながるんですね、はいはい、そうですよね、はい、はい、そう私うちナチュラもそうですもん、私が行きたいなと思ったのか、うん、ねえその方が絶対いいですよね、うん、でもあのこのエクボ通信イベント情報とかもあるし、なんかあのこのね今回は発達障害の、そうですね、ね、うん、あの話とか、やっぱりあの一人で悩んでらっしゃるお母さんたち向けてもね、はい、あのメッセージがね、そうですね、うん、やっぱりそういうとこで誰かとつながってこう情報交換ができたらいいですね、うん、そうですね、この時もちょうどあの震災が終わった後にいろいろ話題が出て、うん、あのいろんな気持ち持ってるあのお母さんたちいらっしゃるっていうことで、はい、少し震災の後ちょっと間を置いてまた取材っていう形で、うん、はい、あのつなげていったんですけど、うん、嬉しいですね、はい、いっぱいあのあと太陽のエクボ の, あのメンバーと一緒にお茶会みたいなのもあります。ムンタクお茶会って言って、はい、いろいろあの企画もあります、はい、うん、今月来月くらいまでないんですけど、はい、この、うん、あの太陽の、太陽エクボさんの、はい、なんか公式ページとかもある、まあ、公式ページありますね、うん、あの基本ひらがなで太陽のエクボって検索していただいたら、はい、何かつながると思います。大丈夫ですか、はい、ホームページかブログに、はい、そちらの方もチェックですね、はい、では、はい、まあ、あの本当にいろんな企画があるのでこれはもうぜひ実際見ていただきたいですね、はい、タブレットにあります、はい、タブレットさんに、はい、あります。あと他にあの何かお伝えしたいことがあれば、あとは、うちでは布ナプキンなんかも使ってるんですけど、はい、いいですか、こういう話題でも、はい、ぜひお願いします、うん、布ナプキンって言ってあの、ね、紙ナプキンではなくて実際本当に ネルとかを使って、はい、うん、あの月経の時にあの使用していただくものを販売もしてるんですけど、はい、あの講座もやってます、うん、はい、あのどうやって使い始めたらいいかとか、うんうん、あとあまり人に聞きにくい内容だったりとかするので、はいはい、うん、それをあの実際に使ってる、そして作ってる作家さんが、はい、あの講師としてあの、はい、お話をしていただきますので、そうなんですね、うん、こういうのもあります。近々はあるんですか？はい、ありますね、はい、ね、2月の27日月曜日、はい、時間は11時からの1時間になります。はい、少人数であのリラックスしてできる形をとってますので、はい、あの興味のある方はぜひご参加ください、はい、ですね、これはカプレットさんでなさるわけですよね。はい、そうです、あのレンタルスペースで、はい、今映ってる、あ、はいはい、うん、じゃ あ, あのこちらもうちナチュラの方でもご紹介させていただこうと思いますけれども、はい、ここで、そうです ね, ね、あのよろしくお願いします。2月27日11時から12時ということで、費用700円ね、プレゼント付きですね。そうですね、あのプライナープレゼント、うん、お茶お菓子付きということでも、はい、うん、あの体にもねあのやっぱりすごくいいということなのでね、そうですね、うん、ナプキンの方もぜひ、ね、うん、ご参加いただけたらと思いますね、はい、ということでもう足早にもうまだまだお聞きしたいことたくさんなんですけどいっぱいあります ね, ね詳しくはもうやっぱりカプレットさんに直接行かれて八木さんとお話しされるのがいいかと思います、はい、私おしゃべりなんであのレジ先で、ね、楽しいおしゃべりに花を咲かせていただきたいと思いますね、はい、では西原町あのちょうどもう西原中学校向かいぐらいの場所ですね、はい、そうですね、うん、目印になるのはやっぱ西原中学校だったりとか、はい、あの西原の三栄ね、はい、三栄メインプレスじゃなくて、 あ、はい、ありますよね、三栄、うん、分かれば西原シティの手前らへんってことですね、分かりやすいと思います、はい、ではあのぜひ皆さんチェックしてみてください、うん、今日は西原のカプレットの八木さんをお招きしました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。